ニコライヒョードロビチ・バトゥーチンは、ソ連の軍人、ソ連邦英雄、ベルゴロド州、チェプヒノ村出身、1920年から赤軍。ポルタワ不評学校、キエフ高等統合軍事学校、MV フルンゼ名称軍事アカデミー、同アカデミー作戦学部、参謀本部軍事アカデミーを卒業。ロシア内戦時代、ルガンスク及び、 スタロベリスク地区で、マフの軍との戦闘に参加。戦後、招待、中隊を指揮し、第7狙撃手団本部に勤務。1931年から1941年、師団参謀長、シベリア軍管区参謀部第一課長、参謀次長、参謀長、参謀本部作戦局長、参謀第一次長を歴任。独祖戦勃発後、 1941年6月30日から北西戦線参謀長。1942年5月から7月、参謀次長、ブリャンスク戦線スタッフ課代表。1942年7月から10月、ボロネジ戦線司令官。スターリングラード工房戦時、南西戦線を指揮し、スターリングラード戦線及びドン戦線と協力して、 ドイツ軍33万人を包囲。1942年12月、ボロネジ戦線最悪と協力して、ドン中流で作戦を展開し、スターリングラードの包囲を解こうとするドイツ軍の反撃を破壊した。1943年3月、ボロネジ戦線司令官に再任。1943年夏、クルスクの戦いで、ドイツ軍の攻撃を撃退し、逆襲に転じた。 バトゥーチン指揮下のボロネジ戦線は、ドニエプルの戦いに参加し、1943年11月、キエフを解放した。1944年1月から2月、第二ウクライナ戦線と協力して、コルスンシェフチェンコ作戦を遂行し、ドイツ軍を包囲、撃滅した。1944年2月29日、前線進出時に、 ウクライナ放棄軍の反共義勇兵に狙撃され、窒傷を負った。同年4月15日、キエフで死去。死後、ソ連邦英雄称号を授与。キエフには、銅像が建てられた。バトゥーチンは、打撃部隊の運用に長けており、戦車軍団を、戦線の機動グループとして運用することで迅速な、敵防御の突破、その事故の追及を可能ならしめた。また、逆襲。 包囲、撃滅、重心はしご体防御の理論と実践の発展に貢献した、ソ連邦英雄。霊人勲章、赤旗勲章、一等、スボーロフ勲章を受賞。ありがとうございます。